恵比寿山古墳、または、恵比寿山一号墳は、京都府与佐郡与佐野町阿山、蚊屋、明石にある古墳。形状は、前方公園墳。恵比寿山古墳群を構想。国の史跡に指定され、船形石棺は、京都府指定有形文化財に指定されている。網野町子山古墳、新明山古墳と合わせて、日本海三大古墳と総称される。 恵比寿山古墳群の立地する茅ヤ谷,谷谷内には、縄文、弥生、古墳時代にかけての多くの遺跡が分布する。京都府北部、丹後半島付根の茅ヤ谷,谷の東園部、中意団球場に築造された、大型前方後園墳である。第一条では、この一号墳含む古墳八基が分布し、これらは、恵比寿山古墳群と総称される。これまでに5時の発掘調査が実施されている。 噴景は前方五円形で前方部を北西方に向ける。噴球は三段蓄成噴球長は145メートルを測り、丹後半島では網の長子山古噴、新明山古噴に次ぐ第三位の規模になる。噴球各段には葉庭列が巡らされているほか、噴球表面には河原石の吹石が認められる。 主体部の埋葬施設としては、公園部中央において三期が認められており、そのうち中央の第一主体では、船形石棺及び道橋、太刀などが発見されている。この恵比寿山1号墳は、古墳時代前期後半の4世紀中頃の築造と推定される。弥生時代末期から古墳時代前期にかけての丹後半島では、日本海溝易により伸長した一定勢力が、 存在したことが知られ、恵比寿山一号墳含む三大古墳はその様子を物語る古墳になる。なお、谷一つを隔てて、南50メートルほどの位置には、中、小規模の古墳後基からなる、桜山古墳群も築造されており、特に桜山一号墳には、恵比寿山一号墳との関連性が指摘される。古墳域は1930年に二号墳、三号墳と、合わせて、 恵比寿山古墳として国の史跡に指定された。その後、桜山古墳群と共に復元、整備が行われ、1992年11月からは、恵比寿山古墳群、桜山古墳群などを範囲とする茅町古墳公園が開園した。右に公園部、左奥に前方部公園部、前方部とも墳球は3段築成古墳の規模は次の通り。 第一死体船形石棺主体部の埋葬施設としては、公園部中央に次の3基が認められている。これまでの調査で検出された主な出土品は次の通り。第一死体派には第一条では1号分の他にも古墳数基が分布し、これらは恵比寿山古墳群と総称される。一石外頂上では計八期とされ、一号分、二号分、三号分の三期が国の史跡、 恵比寿山古墳に指定されている。4から8号墳は昭円墳とされるが、8号墳は墳球を残すものの、4から7号墳に関してはつまびらかでなく、弥生時代の墓の可能性も指摘される。恵比寿山1号墳は、前述のように、丹後半島において、網の長子山古墳、神明山古墳に次ぐ、第3位の規模になる。これら3期は、日本海側で、 圧倒的に規模が大きいことから、日本海三大古墳と総称される。恵比寿山一号墳は、三大古墳のうちで三番目の規模であるが最も早い、築造であり、当時としては、丹後半島で最大規模になるほか、この地域において断築、吹石、遠道埴庭の三つを備えた古墳としても、初期の部類とされる。弥生時代末期から、古墳時代前期にかけての丹後半島では、 日本海溝易により一定勢力が伸長したと言われる。上記の三大古墳では、いずれも単語型遠藤埴庭という単語半島特有の在地性埴庭の使用が見られ、恵比寿山一号墳の船型石棺も在地色の強い様式になる。このような単語地方の勢力を独自的な勢力と見て単語王国と呼称する説もあるが、古墳の墳景自体は、 山東県特有の前方後円形をな、なお三大古墳の後の五世紀に入ると、谷派勢力の主要地は南の雲部車塚古墳に移り、丹後地方では大型古墳は築造されなくなる。所在地関連施設周辺、ありがとうございます。